アレッサンドロ・イグナチオ・マルチェットは数学者、哲学者、音楽家として多分野にわたって活躍したイタリア人貴族、バロック・コンチェルトの作曲家として有名。アレッサンドロ・マルチェットはしばしば偽名、エテリオ・スティン・ファリー・コ・エテリオ・スティン・ファルコを用いて12のカンタータ作品1のほか、数冊のコンチェルト集を出版した。 今日ではその作品は滅多に演奏されなくなっているが、生前のアレッサンドロは卓越した作曲家として、また楽器収集家としても著名であり、代表作の一つ、オーボエ競争曲に単調は、バッハによってチェンバロ曲に編曲された。この他の作品としては、バイオリン競争曲集、ラッチェトラと同盟や、リコーダーアンサンブルと弦楽器、 通奏低音のための競争曲と蝶々などがある。オーボエ競争曲に単調は、中間楽章が映画、ベニスの愛において使われ、再び脚光を浴びるようになった。弟のベネゲット・マルチェットも、兄と同様に作曲家で、ビバルディとその周辺の活動を風刺した、当成流行劇場の著者として知られている。ありがとうございます。